夢で来た人、2000人突破。皆様、本当にありがとうございます。はい。そして、この村に2074人の方がやってきたということは、それだけいつも僕の動画を見てくださっているということですね。まあ、今後も、その皆さんのご期待に応えられるように頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。はい。了解です。うい。はい、あ、そした。ということで、どうも、うまい棒です。はい、ということで、じゃあね、実況プレイパート72、やっていきたいと思います。はい。いや、確か前回はなんか、何したんだっけ？いろんなことやりましたよね。まあ、今回もいろんなことをしていきたいなと思います。はい。のんびりやっていきたいとね、思いますよ。はい。お！早速、来てますね。キャンプにね、人がね。さっさで。え？なんか、すごい。目力がすごい、こいつ。いや、いや。ワイルドだぜ？そうか。なるほど。こいつ、トンハンとキャラ被ってるね。うん、いらない、いらない。うん。てかさ、今多分村の住民10人いると思うから、これ以上は来れないと思うのだが、まあ、それはさておき。で、新しくやってきたの、ガビだっけ？ガビ、あ、ガビか。ガビって、おぉ、ガビって人にもね、ちょっと挨拶したいと思うのでね。で、おし、バロンチーノ。おう。いや、そうだね。バッチちょうだい。と。はい。あー、好きですよ、結構。ほう。はい。ああ、ありがとうございます。リメイクビギナーのバッジをもらった家具のリメイク、もっとやろう。いや、ほんとね。まあ、嬉しいですね。ということで、こんにちは。何？ちょっとガービー。ガービー。あれ？ガービー。ガービー。返事がない。やばい。まあ、別にやばくはないんだけどね。じゃあちょっと、ガビー探しますか。どこだ？どこにいるんじゃ？どこだ？どこだ？どこだ？いないな。ガビさんがいない。どこだ？あれ？いの？いない。あ、そうだ。今日22日だからレイチェルさんの誕生日だったよね。もしかしたら誕生日会に参加しているのかもしれませんので、まあ、とりあえず、おっと、その前に、誕生日プレゼント持っていかな、ダメじゃん。じゃあ、今日は大変だな。ガビを探して、そして誕生日プレゼントも買って、大変だな。ああ、あと、ここもね、フラワーアーチがなくなったようですね。なんか、やっぱ悲しいですね、なくなると。で、手紙が来てますが。おう、なんか、2通来てますね。あ、そうだ。前回頼んだ、稲荷ギャラリーのやつも届いてるようです。あと、任天堂からまた来てるので、先に任天堂の見てみましょうか。手紙付きですね。では、まず手紙が来てと。よし。任天堂より、うまい棒さんへ、国用の家具セット、キャンパス絨毯です。
ほうほう。なるほど。キャンパス絨毯か。ちょっとじゃあ、これも気になるね。ちょっと、一回部屋に貼ってみようか。の前に、稲荷ギャラリー買うのももらっておこう。よしよし。よし。ふぅ。さてさて。と、まあ、ニアディギャラリーも普通にお届けしますと。よし。どうか当たってますように。ということで。では、まずは黒曜の絨毯を、ちょっと貼ってみ、引いてみたいと思います。はい。さてさて。おぉ！すげえ！キャンパスのノートやん。僕も結構学校でもキャンパスノート使ってますよ。すごいリアルこれ。いいねこれ。じゃあこれも、またこっちの部屋に引きますか。いや、いいなこれ。気に入ったわ。気に入った。よし。よし。いいねいいね。さてと。で、お金あと、は、公共事業をやって、稲荷ギャラリーのやつを寄贈して、で、プレゼントを買って、届けて、誕生日会に参加して、ガビ探して、大変だな、今回。お、どうしたブース。あ、ちょ、なるほど。買っちゃおう。はい。そう。やっぱね、夢で来た人2000人突破したってことでね。今、思いつかないので。2000でいい。もう2000でいいよ。はい。いや、ほんと嬉しいですね。2000人もね。おっ、アルベルト。話しに来たよ。なるほど。顔出し看板ね。顔出し看板は、これ。まさに、ゲドだしさ。アルベルト君結構、ああいうのやるんだね。ガビがいなくない？ガビが。ちょっとガビに会ってみたいんだけどね。ガビってちょっと、どういう動物なのかも知りたいですしね。ちょっと、カビかな？さてさて。さてさてと。よし。はい、起きろ起きろ。起きるよ、ゴダ。はい。起きるよ、ゴダ。起動する。よし。よしよし。さあ、お願いします。皆さんも祈ってください。はい。もう、本物、来たー。よっしゃ、来たー。やったー。いや、もうないです。はい。はいはい。いや、ほんと嬉しいですね。さてさて、じゃあ残りは、今回はもうガビはいなかったら諦めましょう。で、残りはレイチェルへの誕生日プレゼントを買って、届けて、で、公共事業をやるという、それで今回はおしまいにしたいと思います。はい。どうもー。さてさて。レイチェルさんか。レイチェルの家見たくないんだけどな。彼女のね、雰囲気に合わせたものを買おう。やっぱさ、あの人熊で強そうだからさ、これ鍛えてるのをあげようか。ラットプルダウン。買っちゃう。あげる、これを。よし。家で鍛えてそうだしね。まあ、あげるよ。あげましょう、あげます。よし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 。で、これでお買い物できて。はい。で、それを今度誕生日会に行く。なるほど。よし。
レッツゴー。ふぅ。ガビいないな。ガビさんどこだ？どこにいるんだ？よし。ということで着きましたが、こいつがガビか。へえ、偶然いましたね、ここに。おお、結構なかなか可愛いんじゃないか、こいつ。なんか、この笑顔が可愛い。ちょっと、じゃあガビに先に話しかけよう。おいっす。はい、はじめましてです。なるほど。あ、よろしくお願いします。ガビくん。ガビくんか。よろしく。ということで、でかいね、やっぱ、お前。まあ、いや。ガビ、何？でっかいプレゼント。ちょっと俺もね、でっかいプレゼントね。持ってきたわけだしね。あげるよ、ラットプルダウンを。そうなんだ。はい。うん。で、くれ、じゃあそろそろ、また公共事業をやりに。おう、ありがとう。ふぅ。いや、ほんとね。ガビもね、結構いい人そうでしたね。さてと、では、公共事業をやりに行きましょうか。やれやれ。と、あ、そうそう、女神像もね、募金が完成したのですが、それはちょっと、まあ、この村に遊びに来てくれた方がね、まあそちらの方は、全額、寄付してくださいました。本当ありがとうございます。はい。はいはい。いや、女神像もね、うん。この村のシンボルとしてね、輝いてると思いますがね。さてさて。うん。うい。はい。やったね。うんうんと。はい。よー。いや、いいね、これね。うん。はい。ありがとうございました。よし。いや、もうね、パート70までやってくると本当、やることもないし、言うこともない。なんとも微妙な感じなんですがね。まあね、うん。ふぅ、さてさて。では、まあ、よし。さあ、公共事業、次は何をしようか、と言いたいのだが、もう時間がない。じゃあ、次何をやるかだけ決めようか。新しい事業と。はい。はいはい、ありますね、ここら辺はね。え？土管？何これ、ドラえもんの空き地でも作れって言うの？じゃあ、次回。じゃあ、いいやってやるよ。じゃあ、ちょっと次回ね、土管、作ります。ドラえもんの空き地作ります。はい。ね。ねこれ、まずい回答。なんか、増えてるね、また。これまたなんかいろいろと増えているのだが、まあどうなのかな。まあね。で、これ、では、次回は土管をやりたいなと思います。で、またね、その次回か、次はね、南の島で、前リクエストが来たね、ツアーもやりたいなと思うので、まあ、お楽しみにしていただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。
また次回もお会いできると嬉しいです。バイバイ。